それでガチでやってどうするからね。それで笑えるから。道具屋対決ができるんですよ。それをやらせるんだったら下のチームを繰り上げた方がいい。別だからね、単純にね。あ、そこで分けた、うん、単純に別だから。試合とか行ってもいい、行ってくれって。下手に言わせてから集まるから俺は鈴鹿行って情報集めてくれって。なるほど。ああ、そうかそうか。会長があるの、木村君。そう。どうですか。だから本気なんだよ。三重県でついには完全に本気になったチーム。出ちゃ現れて、消えちゃ、出ちゃ消えちゃしてたけど、三重県は。そうなんだ。うん。ルールはそうだね、なんかあんまり大粒じゃなかったからね。そうなんだ。そうなんだ、あれ、岐阜。うん。マインドハウスだよ、ずっと。コスモよく帰ってたらマインドハウス。三重の場所はこんな感じ。上にいた。うん。日本リーグにも。こんな離れちゃダメだ、これ全て言ってたのか。ヒロいいね。今このチャレンジャーチームではこの5番11番続かないとしょうがないんだ。この2人は強力だよ。この2人は本当にヒロはそういうどこをねターゲットするのか分かってるね。分かってる、分かってるね。プロフェッサーですよ。その11番でしょ。分かってるでしょ。今ヒロがセンターに入ってる。33本は対戦させなくちゃかもしれない。そういうこと。一応こっちに来ればそうですね。そう。いや、トシはね、両方見てる。なるほどね、これを見てる。見てない。これ20番台から30番台ですよね。スペースない。飛び込まなきゃ。ユウスケか。ちょっと見たら。ラメが行かなきゃな、あそこは。18番ね、いい仕事してるんだ。18番ね、いい仕事してる。だってほら、あの中国リーグのさ、あ、そうなんだ、あの島。
今日は2足入れたらゴール片付けなくていいね、人数いるからね。